Do you know you?ブロッコリーだよ。アグちゃん、グリくん、取材よろしく。アグちゃん、グリくん、うちの畑へようこそ。ほら、今日もたくさんのブロッコリーが育っているよ。わー、すごい。ブロッコリーがいっぱいだ。ここでは9月の終わりから次の年の5月くらいまでブロッコリーを出荷しているよ。畑ごとに植え付けの時期をずらして育てることで、長い期間にわたって収穫を続けることができるんだよ。ブロッコリーをおいしくするためには、土作りがとっても大切。堆肥などを使って栄養たっぷりの畑にしているから、実が締まって甘みのあるブロッコリーが育つんだよ。おいしいブロッコリーには理由があるんですね。みんなに安心して食べてもらえるよう、農薬は使う回数をできる限り減らしているよ。その分、虫の害や病気が心配だから、こまめに畑を見て回るようにしている。ブロッコリーには、人参の2倍の鉄分、レモンに負けない豊富なビタミン C など、たっぷりの栄養素が含まれているんだよ。おお、綺麗なブロッコリー、美味しそう。JA やつしのブロッコリーをどんどん食べて、元気に冬を乗り切ってください。Do you know you? では、今日のまとめだよ。植え付けの時期をずらして、長い期間収穫する。堆肥などを使って、しっかり土作りしている。ブロッコリーには冬を乗り切る栄養素がいっぱい。作曲中うまい。ではみんなでブロッコリーの歌いってみよう。